スティーブン・タイロン・コルベアはアメリカ合衆国出身のコメディアン、俳優、作家。その皮肉たっぷりのスタイルで知られている。3度エミー賞を受賞している。また2006年にはタイムマガジンの最も影響力のある人物100人の一人に選ばれた。造語、ウィキアリティの考案者として知られる。コルベアはワシントン DC で生まれ、サウスカロライナ州で育った。彼の家庭は アイルランド系カトリックで、コルベアは11人兄弟の末っ子であった。父親はメディカルユニバーシティ・オブ・サウス・キャロライナの学務部長であった。しかし1974年、コルベアが10歳の時に、父と二人の兄が飛行機事故で亡くなってしまう。その後、母と共に引っ越したコルベアは、変化に適応するのが難しく、友人を作ることもあまりなかったという。 そんな彼は SF やファンタジー小説、特に JRR トールキンの熱烈なファンとなる。また、RPG ダンジョンズドラ a ンズにも熱中した。その後、チャールストンにある米国製公海系のポーター、ゴードスクールに通い、いくつかの学校劇に出演。若い頃は海洋学を学びたいと思っていたが、しかし、鼓膜にダメージを負ったことで、スキューバダイビングや、 それに類する事柄ができなくなってしまった。コルベアは、バージニア州のハムデンシドニー大学に入学、哲学を学びながら学生劇に参加。次第に、演劇への興味が大きくなり、2年後に、ノースウェスタン大学に転校し、即興劇団に参加するようになる。卒業後、即興劇団のセカンドシティに参加。もともと俳優になるべく学んでいたが、大学在学中に、 即興コメディグループのセカンドシティの演出家であったデル・クローズと知り合い、即興演劇に興味を持つようになった。コルベアのプロとしての初舞台は、シカゴのセカンドシティの舞台で、スティーブ・カレルの代役を務めた時であった。当時の劇団員には、後にコメディショーエグジット57で、高い評価を得るポール・ディネロやエイミー・セダリスなどがいた。また、コメディ番組、ダナ・カービーで、脚本、 出演を果たし、次に、ポール・ディネロやエイミー・セダリスと共に、ストレンジャー・ウィズ・キャンディを制作した。彼は、この番組で、カミングアウトしていない、ゲイの歴史教師、チャック・ナブレットを演じて注目される。また、コメディ・セントラルのパロディ番組、ザ・デイリー・ショーで演じた、記者役も有名である。2005年に、ザ・デイリー・ショーを去り、スピンオフ作品の、コルベア・レポーに出演。 このシリーズのスタイルは、ザ・デイリー・ショーと同じで、特に、ビル・オライリーのニュース番組、ザ・オライリー・ファクターのような、パーソナリティ中心の意見番組のパロディを主としている。ザ・コルベア・レポーは、エミー・賞にノミネートされ、また、コルベアが2006年にホワイトハウスの記者クラブの晩餐会に招かれたことで、コメディセントラルでも最高視聴率を誇る番組となった。 2017年のエミー賞のホストに選出されたことが発表された。コルベアはノースウェスタン大学在学中に演劇を学んでいたが、コメディにはあまり興味がなく、主に実験演劇などに出演していた。そのうち、シカゴのノワンスシアターの一部であったデル・クローズのインプリブリンペックでインプロに関わるようになるが、その劇団は即興コメディよりもインプロを重視していた。後に、 コルベアはセカンドシティで活動するつもりはなかった、と語った。なぜなら、ノアンスシアターは、あれは本当の即興ではないとして、セカンドシティを見下していたからです。ノアンスシアターの人々には多少お高く泊まったところがありました。1986年に大学卒業後、セカンドシティのボックスオフィスで働いていた友人が、 そこでの電話応対や売店での接客の仕事をコルベアに紹介した。働き始めてすぐセカンドシティのメンバーになるとトレーニングセンターで演劇のクラスを無料で受講できることに気づきコメディグループに反感を持っていたもののそのクラスを楽しんで受けるようになる。その後すぐにコルベアはスティーブ・カレルの代役としてセカンドシティのツアーメンバーとなる。コルベアは 後に共に働くことになるエイミー・セダリスト・ポール・ディネロに出会うが、この三人は当初はあまり気が合わなかったと後に語っている。当初、ディネロは、コルベアは、神経質で冷淡、もったいぶっている感じ、コルベアは、ディネロのことを、アン・イリターット・サグだと思ったという。しかし三人は、同じコメディセンスを持っていることに気づき、ツアー中に親友となった。 エイミー・セダリスト・ポール・ディネロが HBO のテレビシリーズを制作する機会に恵まれた時、コルベアはセカンドシティを去ってニューヨークに移り、彼らと共にスケッチコメディショーエグジット57の制作に関わった。1995年にコメディセントラルで放映開始になったこの番組は翌年まで続いた。12エピソードしか制作されなかったものの番組は 公表を得て1995年の W ・キャブリース・アワードで、脚本賞などを含む5つの賞を受賞した。エグジット57の後、コエルベアは6ヶ月の間、ザ・ダナ・カービ賞で脚本を、執筆、また出演もした。この番組には、スティーブ・カレル、ロバートス・ミゲル、チャーリー・カウフマン、ルイス・シー・ケイ、ディノス・スタマト・プルーロスなどが出演していた。 このシリーズは過激であったため、最初のエピソードが放映された後に、スポンサーが降りてしまい、結局7エピソードを制作して、キャンセルになった。その後、コルベアは短期間、ロバート・スミゲルと共にサタデー・ナイト・ライブに参加。スミゲルは最初ザ・ダナカー・ビショーで放映していた、ザ・ンビグ・スリー・ゲイルオというアニメ番組を、SNL に移動させて放映し、コルベアは、 スティーブ・カレルと共に声優として出演した。さらにコルベアは、台本コンサルタントとして、VH1 や MTV でも働いた。また、グッド・モーニング・アメリカにも出演したが、彼が出演した2コマのうち1つだけしか、放映されなかった。しかし、この番組で、後にザ・デイリー・ショーのプロデューサーとなる、マデリン・スミスバーグと出会っている。コルベアは、同じ頃、 再び、エイミー・セダリスト・ポール・ディネロと共に、コメディ・セントラルのために、新しいシリーズ、ストレンジャーズ・ウィズ・キャンディの構想を練っていた。コメディ・セントラルはこのシリーズを1998年より、放映した。コルベアはその時すでに、ザ・デイリー・ショーに出演していたため、ストレンジャーズ・ウィズ・キャンディへの出演を減らし、また、ザ・デイリー・ショーも年に12回の撮影となった。コルベアは、 コメディセントラルのパロディニュース番組ザ・デイリー賞に1997年から参加することになった。コルベアは4人いる特派員のうちの1人を演じた。2年の後、ホストのクレーグ・キルボーンが番組を去り、ジョン・スチュワートがホストとなり、脚本やプロデュースも手掛けるようになる。この時からザ・デイリー賞は政治色を強め、さらに人気を集めていった。コルベアは 特派員としてだけでなく、スタジオでの出演もするようになる。ザ・デイリー賞からスピンオフした番組で、アメリカではザ・デイリー賞に続き午後11時30分から放送されている。番組名はコルベールをコルベアと発音することに引っ掛け、レポートをレポート読ませるようになっている。この番組でのコルベアは本人ではなく、あくまでもキャラクターとしてのコルベアを演じ、 明らかに、ビル・オライリーをモデルにした、ネオコン、保守の論客として、番組のホストを務めながら、アンニブ死守政権を封刺するというスタイルをとっている。ザ・デイリー賞同様に、番組の後半では、ゲストとの対談が行われるが、ゲストが登場するのを迎えるという形ではなく、ゲストが待っている席に、コルベアが観客の拍手を浴びながら向かっていくという形式をとっているのが、特徴的である。 2006年4月29日、コルベアはワシントン DC で開かれたホワイトハウスでの記者クラブ主催の晩餐会に招待された。その晩餐会で16分にわたるスピーチと7分のビデオを上映し、その様子は政治専門チャンネル C スパニアニュース専門局の MSNBC で放映された。数ヤード離れたところには、 アメリカ合衆国大統領ジョージ・ W ・ブッシュがおり、聴衆には、セレブリティ、政治家、ホワイトハウス付きの記者たちがいる中で、コルベアは、強烈なブッシュ批判、メディア批判を行った。コルベアは、テレビパーソナリティのスティーブン・コルベアではなく、ザ・コルベア・レポーの政治批評家のコルベアとして、ビル・オライリーや、ショーン・ハニティの大げさなパロディを演じた。コルベアは、ホワイトハウス記者クラブの会長、 マーク・スミスに招待された。ニューヨーク・マガジンのリポートによると、スミスは、コルベアのショーを見たことがほとんどなかったという。晩餐会には2500名もの著名人が招かれており、中には、ファーストレディのローラ・ブッシュや、アメリカ統合参謀本部議長のピーター・ペース、アメリカ合衆国司法長官のアルバート・ゴンザレス、AOL の設立者、スティーブ・ケース、 テニス選手のアンナ・クルニコは、俳優のジョージ・クルーニーもいた。2014年4月10日、2015年春の、レターマンの引退による、レートショーウィズ・デイビッド・レターマンの放送終了に伴い、後継に指名されたコルベアは9月8日から、CBS で放送がスタートする、ザ・レートショーウィズ・スティーブン・コルベアの司会に抜擢された。ありがとうございます。